大谷翔平の移籍先にカブスが急浮上。アメリカの全国紙 USA Today は10日、今季終了後に FA 権を得る大谷の居住についての記事を掲載。数人の野球関係者の予言によれば、大谷の FA 競争局で鳴りを潜めているチームが一つある。それはカブスだ。誰の話にも上っていないチームだが、これは言っておこう。カブスに気をつけた方がいい。あっさりカブスに行くというのが私の予言だ、と続けた。この報道に追随するように世界最大のスポーツ紙スポーツイラストレーテッドは、もし大谷がカブスのユニフォームに袖を通せば全球界に激震が走る。だがエンゼルスは同地区のライバルを利することがないよう、スーパースターをカブスにトレード移籍させることは十分にあり得るとした。さらに別のサイトでも、大谷のカブスへの超大型トレードは理にかなっている。もともとカブスは大谷を獲得したがっていたし、巨額を投じて契約する経済力もあると反応した。もしそうなら聖夜と同僚か、日本人コンビのクリーンナップ見れるかも。大谷カブスはありえない。リング欲しいならドジャースかメッツ、結局ヤンキースだろ。エンゼルスは今年で最後か。まあどこ行っても応援するけどね。